これより新型コロナウイルス感染症にかかる知事会見を開催いたします。では玉城知事からコメントをお願いいたします。はい、肺細工水曜、お待たせいたしました。では発表いたします。本日5月21日政府対策本部長より沖縄県を緊急事態宣言の対象地域として指定され、その期間を5月23日から6月20日までとする旨が公表されました。これを受け県としまして、これまでのまん延防止等重点措置の実施期間を5月22日までとし、5月23日より緊急事態措置として、これ以上の感染拡大の抑止に向けて人と人との接触機会を徹底的に低減するさらなる対策を講じてまいります。長期にわたるコロナ禍で県民や事業者等の皆様に重ねて我慢をお願いすることになりますが、県としましては現状の医療提供体制に鑑み、県民の安全安心な暮らしを守るためにはやむを得ず、この期間内に強く踏み込んだ対策を講じ、感染を抑え込むことが重要であると考えています。本日新型コロナ対策本部会議にてその対処方針を決定いたしましたので発表いたします。まずはじめに県民の皆様および県内に滞在している皆様への外出自粛についての要請です。不要不急の外出や移動の自粛、特に20時以降の外出を控えていただきますよう要請いたします。生活や健康の維持のために必要なものを除き外出を控えていただきますようお願いいたします。また出張を含めた都道府県間の移動についても自粛をお願いします。オンライン会議などを活用しやむを得ず往来する場合でも必ず PCR 検査を受検し、現地での会食を避け、帰沖後も沖縄に戻られた後も PCR 検査を受け、1週間は家族以外の方との会食は自粛をお願いいたします。飲食の際にはお店の求める感染防止対策に積極的に協力し、感染防止対策が徹底されていない飲食店や休業要請または営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は避けていただきますようお願いいたします。次に県外からの来訪者への協力依頼です。緊急事態宣言措置期間内は帰省を含む県外からの来訪について自粛してください。やむを得ず来沖する場合は本県入域前に PCR 検査または抗原検査による陰性判定を受けていただきますようお願いします。沖縄県は那覇空港到着時にPCR 検査を受検できる体制 NAP を整備しております。来沖前に検査が受けられない方はぜひこちらをご利用ください。来沖後は県民との会食などの接触を控え、日中を含めて不要不急の外出、特に20時以降の外出を自粛していただきますようお願いします。3つ目に飲食店についてです。酒類の提供またはカラオケ設備を提供する飲食店は休業するよう要請いたします。酒類やカラオケ設備の提供をしない場合や、それ以外の宅配やテイクアウトを除いた飲食店につきましては20時まで営業時間短縮の要請をいたします。またまん延防止等重点措置の期間は5月22日に終了しますが、この期間で要請に応じていない店舗については明日命令を発出し、県のホームページにおいて店舗名の公表を行います。県としましては今後の県民一丸となった感染防止対策の徹底のため、再三の注意喚起にも応じていただけない店舗については今後も強い姿勢で臨んでまいります。なお県では感染対策に取り組んでいただいている店舗につきましては認証ステッカーを付与する感染防止対策認証制度も今月末から認証に向けた巡回を行い、対象店舗からの申請受付を始めます。引き続き感染対策に取り組んでいただけますようよろしくお願いいたします。4つ目に期間中のイベント実施についての要請です。全国的な移動を伴うイベントまたは1000人を超える大規模イベントについては延期または中止を要請いたします。上限人数
1000人以下かつ収容率 50% のイベントについては、無観客、オンライン配信、規模縮小や分散開催を検討し、感染防止対策が徹底されない場合は延期または中止をしていただきますよう要請いたします。5つ目に、事業者の皆様への要請についてです。在宅勤務の活用や休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減を目指していただき、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制していただきますようお願いいたします。加えて、企業の代表者の方にあっては、積極的に感染防止対策に取り組んでいただき、自社の従業員に対しては休業要請、営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えるように求めてください。会議、説明会、研修等の開催もオンライン開催を除き自粛をお願いします。またその実施状況を積極的に公表していただきますようよろしくお願いいたします。6つ目に、交通事業者への要請等についてです。主要ターミナルにおける検温の実施や、業種別に定める新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドラインを遵守いただきますようよろしくお願いいたします。7つ目に、県内各市町村へのお願いです。県内の感染状況を抑えるためには、お一人お一人が普段の生活を見直し、地域ぐるみの感染対策を実施していくことが大切です。そのため、市町村の皆様におかれましては、防災無線や広報車等を活用し、地域の住民へ感染防止対策の周知啓発、自治会等への呼びかけ、飲食店の巡回や公園等、各種施設での屋外飲酒行為などへの注意喚起など、感染防止に積極的に取り組んでいただきますようお願いいたします。8つ目に、学校への要請です。若い世代の感染例が増えてきています。学校においても、衛生管理マニュアルなどに基づき、感染防止対策を改めて徹底するようよろしくお願いいたします。学校行事も延期縮小していただきますようお願いします。幼児児童生徒に対して、通学以外の不要不急の外出自粛を徹底し、風邪症状がある場合には登校しないよう指導することもお願いします。また部活についても原則休止としますが、8月末までに開催される九州全国大会の予選を兼ねた県内大会やコンクールなどに出場する場合に限っては、平日90分以内、土日休日2時間以内の活動を必要最小限度の人数で行うものといたします。最後に、集客施設についてですが、1000平米を超える大規模な集客施設、また1000平米以下の集客施設についても営業時間の短縮を働きかけます。また施設への利用者による酒類の持ち込みを含め、酒類の提供およびカラオケ設備の提供は行わないようにお願いいたします。人流を抑制し、人と人との接触機会を徹底的に低減するため、県の管理する施設については原則休館とし、美ら海水族館、首里城公園、県立図書館等も23日以降休館とします。市町村立の施設についても同様の取り扱いをしていただきますよう働きかけます。緊急事態宣言の措置は、すべての県民に大変強い努力をお願いするものです。県としましても、医療提供体制の危機的状況を乗り越えるため、入院者、軽症者、自宅療養者への医療体制の整備や、高齢者、エッセンシャルワーカーを中心とした検査の重点拡充、広域接種センターの設置による市町村のワクチン接種の支援の取り組みに注力してまいります。また事業者を支援する経済対策としても、休業要請や時短要請にかかる感染拡大防止協力金に加え、感染症により多大な影響を受ける観光関連事業者等に対する支援や、感染対策認証制度を推進する取り組み等について、次週開催が予定されている臨時議会に予算案を提案する予定です。県としても
取りうる感染対策をしっかり実行するとともに、他の取りうる対応についても全力で取り組んでまいります。県民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。発表は以上です。ではただいまのコメントに関しましてご質問をお受けいたします。まず県内幹事社の琉球放送さんお願いいたします。琉球放送の今井です。よろしくお願いします。来県の自粛が結構大きなポイントになってくると思うんですけども、全国的にはどのように呼びかけていくのか、またどのようなメッセージを送るかをちょっと教えてください。はい、呼びかけは県のホームページ、それから県のツイッター、SNS なども使って、全国の皆さんにご協力を呼びかけたいと思います。ありがとうございます。それで少しこの映像でも今撮ってるので、ちょっと呼びかけのようなものをいただけるとありがたいなと。はい、県外の皆様にお願いをいたします。県外からの来訪は帰省を含む来訪についても緊急事態措置期間は自粛をしてください。やむなく必要があって来訪する場合は、本県入域前に PCR 検査および抗原検査による陰性判定を受けていただきますようお願いいたします。なお来訪前に検査が受けられない方は、那覇空港到着時に PCR 検査を受験できる体制、NAP を整備しておりますので受験ください。また沖縄に来られた後は県民の方との会食などの接触は控えるようにお願いいたします。加えてゴールデンウィーク期間中は大勢の方々が沖縄でゴルフなども楽しまれたようですが、そのような旅行は控えていただきますようよろしくお願いいたします。以上です。よろしいでしょうか。では次に県外幹事社の時事通信さんお願いいたします。時事通信の市原です。6月20日までの期間ですけども、6月20日時点で、県としてはステージ3に、どれぐらいまで、体制というか感染状況を緩和させたいというお考えでしょうか。私たちとしてはもうここから緊急事態宣言、非常に強い協力を県民や、多くの方々にお願いをするわけですから、できるだけ早期に、ステージ3、ステージ2に、数値を改善していけるようしっかり取り組んでいきたいと思いますし、またそのような感染防止対策について、徹底していただきますよう働きかけていきたいと思います。いいでしょうか。ではその他の社の皆様からご質問をお受けします。新報さんどうぞ。琉球新報の池田です。知事、先ほど県民に努力をお願いするものだというふうな発言もありましたけれども、この間強い規制をかけてはまた緩めると増加するということを何度も繰り返してきたと思います。またこの6月20日を明けたら同じようなことにならないのかという ところも気がかりなんですけれども、そのあたりもう県民に行動変容をお願いするということに対してですね、県の対策を取っている知事としてのですね、お考えだったり、お気持ちだったりというのをもう少し、伺えないでしょうか。私としては全庁を挙げて県民の皆さんにも呼びかけ、またここまで取り組んできたその経緯を鑑みると、取るべき対応をしっかり取ってきたと思いますが、一時期その数字が下げ止まり、ゴールデンウィーク以降その人流の増加に伴い、現在のように非常に、医療提供体制も逼迫している状況になってしまったことは、反省すべきであり、また残念だなというような気持ちです。ですから緊急事態宣言はもうこれで、しっかりと封じ込めるんだという思いで一丸となって取り組んでいただきたい。県民皆様の感染症対策についてももう一度点検をしていただき、うがい、手洗い、3密を避ける、換気をする、マスクをつける、人と人との空間的な距離を空ける、そういうことについてさらに徹底していただくよう呼びかけていきたいと思いますし、また、
飲食店やそれぞれの業種の皆さんに対しても、この感染拡大防止に向けたそれぞれの事業所店舗での取り組みにも力を注いでいただきたいというように思います。なお飲食店については休業要請をさせていただきますので、該当する皆さんについてはそれをしっかりと協力していただくよう呼びかけたいと思います。他にございますか。どうぞ。すいません、沖縄タイムスの篠原さん、よろしくお願いします。慰霊の日の沖縄全線没者追悼式について、知事の今のお考え、縮小開催などを検討するかどうか教えてください。はい、現在のところ部局の方でその内容規模等については検討を進めておりますが、私としては、おそらく昨年同様の規模縮小した開催をせざるを得ないのではないかというように考えています。しかしまだ部局の方で詳細については検討中です。すいません、あとですけれども、県立施設の原則休館について方針が示されたんですけれども、例えばすでに選考競技が開催されている県高校総体ですとか、J リーグの FC 琉球ホーム試合などは、県の総合運動公園を利用していると思うんですけれども、原則休館というのはこういったスポーツイベント等もすべて中止になるんでしょうか。これは総括情報部から詳しく言ってもらった方がいいかな。特に高校総体などの大会についてはどうですか。では保健医療部長お願いします。はい、はい、失礼いたしました。県営の八公園施設につきましても、陸上競技場プールなど条例で定められている有料施設については原則閉鎖という、方針でございます。ただしすでに予約が入っているサッカー陸上競技等の大会については主催者に無観客で行うことを要請した上で使用を認めるという方針でございます。でしょうか。県の高校総体も無観客でそのまま続けるということでいいんでしょうか。いいですね。はい、失礼しました。高校総体の規模がすいませんちょっとはっきりしないんですけれど、6ページにありますように、イベントのところで上限人数1000人以下のイベントにおいては収容率 50% 以内で開催することを要請するとともに、無観客オンライン配信規模縮小分散開催を検討することとしておりますので、それと合わせた上で先ほどの方針との整合をとって、検討することになると思います。対処方針に今日対策本部会議でこのように大まかな対処方針をまとめて、それ以外のさまざまな施設の運用についてもこの対処方針に合わせてその運用規定を定めてありますけれども、すいません若干その文字の修正ですとか文言の統一とかがあって、今日はちょっとその、時間がないのでお配りしておりませんが、これは、明日以降、はい、施設につきましては明日以降、整理をしまして、ホームページにアップしたいと思います。よろしくお願いします。他に NHK さんどうぞ。NHK の西林です。4月9日からまん延防止等重点措置が始まってですね、措置期間の延長、そして今回その来月20日までの
緊急事態宣言とですね、まあ、県民にとってはかなり、まあ、正直悲惨な事態になっているなというふうに思ってます。先ほども県民に対してですね、重ねてあの我慢をお願いするというふうに発言あったと思うんですけれども、まあ、今回この県政のリーダーとしてですね、この今感染を抑えられていない状況で県民にこうまた再び苦しい生活を強い続けていることっていうのは、こう県民に対してこう何か申し訳ないとかそういった思いはあるんでしょうかね。申し訳ないというよりも非常に残念だなと思います。我々も、まあ、一生懸命全力を尽くしてその対策対応を取らせていただき、県民の方々も懸命に頑張ってこられたと思います。しかし一部では我々の協力に応じていただけない店舗ですとか、あるいはそういう店舗を利用された方々に対して私たちは非常に心配をしていました。そういうところに私たちの呼びかけの努力が足りなかったということについては、しっかり反省をしなければいけない。そしてその反省に立って、この緊急事態宣言措置についてはやはり県民の皆さんや業者の皆さん、お一人お一人、一社一社、一店舗一店舗が同じ気持ちで抑え込んでいかないと、コロナウイルスは誰かがやったから抑えられるものではないと思います。全員が同じ方向を向いてしっかり取り組んでいくこと、これが一番の感染拡大防止になると思いますので、そこはぜひとも強い努力をお願い申し上げなければならないというように感じています。すいません、関連する質問なんですけれども、その、要請に応じない飲食店、まあ、昨日から会見とかでもたびたび喋られてますけれども、その命令自体は明日ということでいいんでしょうかね。はい、明日命令を発出して、これは何かしら知事が会見する形になるのか、それともホームページで、掲載をします。それは、午前午後どちらかになりそうと、午前になりそうとか午後になりそうとか、なんか時間のめどとかがあれば教えてほしいんですけれども。はい、可能な限り早くしたいのですけれども、多分が午後になると思います。はい、本日まで一応確認をしてからということにしておりますので、はい、それは15店舗変わりないですかね。いや、それは確認をしてからということですので、よろしくお願いします。ありがとうございます。他にございますか。タイムスさん、どうぞ。こちらタイムスの野です。今の質問に関連しまして、過料に関しては明日命令と同時に、課すことになるんでしょうか。過料の手続きはまだだね。はい、明日命令を発出しますので、過料の手続きは時間的に間に合わないことになります。22日までがまん延防止の、期間でございますので、明日は命令を発出して店舗を公表する、店舗名を公表するということになります。23日以降は休業要請あるいは時短に応じていただけないところを再度チェックしていただかせまして、同じような手続きをするという形になります。関連しまして、まあ、飲食店の中にはですね、その守っているところからすると、守ってない店舗があって不平等だという声が上がっています。で、県としてその最もそのまん延防止等重点措置で取り得る強い措置として、その、まあ、過料というものもあったんですけれども、そこに行き着けずに、結果的にその店舗で、もしかしたらそのクラスターだったり、感染が拡大してしまった可能性も否めないと思います。こうしたその強い措置が最後に取れなかったことを知事はどのように考えますか。まあ、我々はその協力を要請するという立場ですので、その要請を続けてきて、手続きを取らせていただいた。で、何度も職員が行って、ぜひ時短の要請に応じてくださいということでしたが、まあ、先方のそれぞれの、理由によって応じていただけなかったということです。で、この間まん延防止措置、重点措置を取っていたにもかかわらず、やはり陽性者の数が増え、我々としては、これ以上この感染拡大を今の現状で抑えることはできないということも含めて、緊急事態宣言、特にその前には医療の非常事態宣言を出さざるを得ないという、そういう状況になってきたということですね。すみません、もう一点聞かせてください。先ほどの新報さんだったかの質問で、まあ、ゴールデンウィーク前に1回、抑えられて、その後ゴールデンウィーク後にその人流が、まあ、活発に動いたため、伸びてしまったと。そこでその後に知事反省という言葉を使われましたけれども、それは知事何に対して反省というふうに。こういう現状につながってしまったということは、私のやはり不徳の致すところだということは、私の反省だということで述べさせていただきました。
すみません、すみません、ちょっとまた別の関連からなんですけども、また、夏休み、まあ、今回の緊急事態宣言で、まあ、人流、感染が抑えられた後も、まあ、7月に夏休み期間を迎えるわけなんですけれども、知事としてはその、まあ、明るい展望といいますか、出口といいますか、期待するところっていうのは、まあ、例えばワクチンであったり、何かしらでその夏休み以降は抑えられるんだというその思いですとか、手法ですとか、今あるの時点で構わないので教えてください。まあ、ここから県民の皆さんや業界の方々にもう取りうる最大限の努力をしていただいて、ここで抑えていかないとおそらく夏休みはないだろうというように我々はその考えているというか、しっかり抑えていきたいということに本当に力を注いでいきたいんですね。それをみんなで一緒にやる、同じ方向を向いて絶対抑えようという気持ちでやることによって本当に希望が見えてくると思います。今は楽観視できません。今日も207名、過去最高の数字の陽性者数です。今の段階でとても楽観的な言葉を発することはできませんが、しかしみんなで頑張るということが一番大切で、それが確実な感染拡大を防止する手段です。それを皆さんにしっかり訴え、我々も傾注していきたいというように考えています。他に一番奥の方どうぞ。すみません、琉球新報の沖田と申します。知事、今、取れる最大限というお言葉があったんですけども、飲食店等以外への施設への要請についてちょっとお伺いしたいんですが、小売店ですとか、まあ、スポーツクラブ、パチンコ屋さんとかの、1000平米を超える施設について、休業要請ではなく時短になっているんですが、これはどういった理由と背景があるんでしょうか。では総括情報部、保健医療部。はい、飲食店等以外の施設につきましては、1000平米超えの施設については時短の要請という形、それから1000平米以下については時短の働きかけということで、いずれも短縮をお願いしているところです。これにつきましては国の基本的対処方針にものっとった同様の考えのもと行っているところでございます。ですね、他県では結構人流の抑制等の観点からかなり休業要請ですとか、まあ、曜日を絞っての休業要請など踏み込んだところもあるかと思うんですが、まあ、そこには踏み込まなかった理由についてもちょっとお伺いしたいんですが、感染症対策専門家会議からの報告では、そういうその大規模な店舗デパートなどでは、特にその陽性者は発生していないというようなエビデンスといいますか、そういう報告もあります。ですから、そういうことをに基づいて我々はこのような判断を行ったということです。ありがとうございます。あと1点ごめんなさい、この営業時間短縮等に応じた場合の協力金についてなんですが、これは、現行と変わらないというふうな理解でよろしいんでしょうか。はい、商工労働部お願いします。はい、休業要請に応じたところですねの協力金については下限が変わりまして4万円となります。上限については同じですね。以上です。いいでしょうか。他にございますか。飲食店大きい店舗は言わなくていいですか。それは変わらないんでね。はい、はい、すいません、失礼しました。他にございますか。沖縄テレビさんどうぞ。沖縄テレビ横田と申します。よろしくお願いします。はい、知事、緊急事態宣言を、まあ、要請するタイミングなんですけども、まあ、おっしゃったようにそのゴールデンウィークの人流の影響とかですね、で4月20日には、まあ、院長会議で病床 の拡大も要請している中で、その要請が、まあ、一昨日になったということについて、そのタイミングとして知事はどのようにこう認識されてますでしょうか。まあ、タイミングというよりも我々はこの間まん延防止重点措置として皆さんに呼びかけ、しっかりその取り組んで、いただいていたことだと思います。しかし我々の予測を超えて変異株が置き換わりが進み、それによっておそらく感染拡大への拍車がかかったんだというように認識をしておりますが、
かかるように陽性者数が100人を超える1週間を超え、今日は207人という状況になっていったのは、やはりそのもう感染まん延防止対策の措置ではなく、しっかり強い人流の抑制をしなければいけないということで、このような緊急事態宣言に踏み込まざるを得ないという判断をしたものであります。すみません、飲食店の状況なんですけども、一部その要請に応じてない店舗があり、感染が広がったということになると思うんですけども、その知事としてはその、要請に応じない店舗がいたからこそこの流行を招いたというようなお考えをお持ちなんでしょうか。私は総合的な要因があると思います。ゴールデンウィークでの、人の流れ、普段の、飲食でマスクをしていない近距離での会話、そして外から帰ってきて手を洗わずに家族と接触をした、さまざまな要因があると思います。ですがそのさまざまな要因が重ね重なってこのような本当に残念な数字になってしまっているということについては、本当に私たちの呼びかけも足らなかったかもしれませんが、なお一層この状況を改善していくためには緊急事態宣言措置で強い抑制をかけていかなくてはいけない、それに協力をしていただかなくてはいけないということになったということです。最後に言って、こうして、その要請に応じない中で、今緊急事態宣言によって休業要請というのはより強い措置に踏み込むわけですけれども、その中でもやはりこう応じない店舗というのが、予想されると思いますが、この今回の措置によって本当に感染が収束に向かうというような、根拠といいますか、見通しはお持ちなんでしょうか。繰り返し申し上げておりますけれども、感染防止対策は一人一人ができる簡単な行動を徹底することなんです。お店でも生活でも会社でもどこでもそうなんですね。ですからこの今まで呼びかけてきているのが飛沫感染と接触感染です。その飛沫感染と接触感染からコロナウイルスに罹患しないためには、当たり前ですけどもマスクをつけて会話をする、活動をする、人と人との空間的な距離を空ける、3密を避ける、換気をする、手指の消毒をする、私はそれに加えて自分自身は日に何回かうがいをしています。地下水を水で薄めて30秒ぐらいのうがいを1日何回かしています。そういうようなことを徹底してやるしかないということを改めて呼びかけていかなくてはならないと思います。さらには人と人とが接する機会を減らして、物理的にもそういう環境ではないということを理解をしていただき、協力をしていただくことによって、初めてこの数値の形となって現れてくるだろうということをしっかり行って求めていきたいと思います。そろそろお時間ですがよろしいでしょうか。では最後に QAB さんお願いします。 QAB の船越と申します。よろしくお願いします。はい、部活動の原則休止について、お伺いするんですが、部活動について、原則休止で、ただし8月末までに開催される九州全国の予選を兼ねた大会に出場する限りは、部活できるということで、今開催されている県の高校総体だったり、これから始まる野球だったり、運動部は基本的に特に高校などは部活ができるような状態になるとなっていると思うんですが、これは、その大会を終えた部活から順次休止になるというようなイメージでいいんでしょうか。これは部活動については基本的に原則休止です。ですからまず部活は休止するんですけども、8月までに開催される九州全国大会の予選を兼ねた県内大会やコンクールに出場する場合に限り、平日90分以内、早朝練習はしない、土日休日は2時間以内の活動とし、必要最小限の人数で行う、これは、法の第24条第9項に基づく要請です。ですから部活動については原則休止ですから、大会が終わった後に関してはこの緊急事態宣言の期間中は原則休止ということになります。よろしいでしょうか。そろそろお時間になりますがよろしいでしょうか。申し訳ございません、お時間になりますので、これで会見を終了させていただきたいと思います。申し訳ないです。詳細についてはどうぞブリーフィングでまた確認をしてください。よろしくお願いいたします。二平デビタン、ありがとうございました。ありがとうございました。ない、終わった、すいません失礼しました。はい、ありがとうございました。明日の命令ってそのホームページで公表するだけじゃなくて、なんか説明の、ズームのブリーフィング
一応、はい、持ち帰って検討します。ただ今の段階ではホームページで公表すると発表するということになってますので持ち帰って検討します。明日もあの定時のブリーフィングは行いますのでズームで説明はできると思います。ただあの公表はホームページで、はい、多分ホームページでの公表の方が早くなるだろうと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。